おはようございます。1月14日7時1分の相場解説になります。昨日はですね、大きな利益を上げられた方もいたんではないでしょうか。ここまでね、 N 波動がピシッと決まると、しかもあれほど言ってて決まるとですね、気持ちいいものがありますよね。ではデイリーの方から、デイリーじゃないかな、デイリーですね、デイリーの方から見ていきましょう。今更なんですけども、フラッグがこういう風にあったんではないかなっていうことと、フラッグが壊れて V の字を書くようにね、ここから帰ってきたのと、2つ確認しておいてください。フラッグはもう関係ないですけどね。で、まあポイントはですね、ここがダブルボトムになっているんではないかなってことなんですけども、それほど重要ではありません。何が重要かというと、一つはですね、こちらの抵抗を抜けたかなってっていうふうな確認がこれからいるってことですよね。じゃあ4時間の方、その辺から見てみましょう。こういうふうになってます。抵抗を引いたところが、以前から引いてますけど、ここ、こういうふうにあります。抜けたんではないかなと思いますよね。抜けたら何が起こるかというと、もうお分かりですよね。また N 書くんですよ、こういうふうにね。 N の後の N ね、こういうふうになっているんですよ。ギザギザギザと、ほら、高値切り上げ、安値切り上げにもなるでしょ。まあこういう風に見ていくといいんじゃないかなと思いますよね。で、1時間の方を見てみましょう。今日は非常にシンプル。N の1個目はこういう風に上がってきて、ここ、これが N でしたよね。で、2つ目の N っていうのが、今度ここにまでは最大で下がるかなっていうところなんですよ、こういう風にね。そうすると2つ目の N も完成ってことになります。まあこれ以上の相場解説はないんですけどもね、こっから割って下行くかって感じですからね。こっから移動平均線見てください。移動平均線で確認しますよ、これ。中期長期短期、これはいかがでしょうかね。上昇に向かっているってことなんではないかなと思います。まあですんで、入るんだったら買いしかないかなと思いますよね。まあ本日は以上ですね。それ以上言うことないですね。N 波動をしっかり取っていただいたと思うんで、その N 波動の利益の3分の1ぐらい使って、また買いでエントリーすればいいんじゃないですかね。深く考えることなく。まあ利益取れていけますよ。それではね、まあ確実に N ができるとは限らないですよ。N の後の N っていうのは結構起きるんで、それにかけていただきたいのと、前回ね、利益を取った方はその利益の3分の1ぐらいを使って、今回の、2つ目のね、N 波動にトライしていただきたいんですけども、前回、損失を出しちゃった方ね、損失を出しちゃった方は取り戻そうと思って、こういう時には思っちゃいけないんですよ。こういう時は本当に N がどうか出るかどうかね、確認するために、キャッシュを入れずに、もしくは少額でエントリーしておいてください。これが負けない秘訣です。負けないことが大事です。資金が減らない状態にしておいて、それができたら今度増やすって状態ですよ。減る可能性が多いのに増やすことを期待しては、これはね、マイナスになっちゃうんですよ。そうならないようにしていただきたいと思います。本日は以上です。買いで N、2つ目の N 出るかな。